体力勝負に持って行ってまあ、相手が折れるのを待つっていう戦法もあるよねというお話をされている高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いしますアメリカのタイムさんで出てますというところのニュースが一つと今チャット欄でえビルボードのアメリカ本国版でもニュースになってましたあ、本当にこれが今切り替えますねこれタイムさんこんな感じで結構大々的に出ております今回のニュースが k ポ p o p レーベルハイブさんに対してっていうところでニュージーンズさんがね。でまあ記事内容としてはまあザクーッと一緒かなこういうことがありましたよっていうことなんですけどまあシンプルにえっとニュージーンズさんたちがどういうことを言ってるのかっていうのをまあしっかり報じているなというところですかね。だからちょっとびっくりしましたねここまでタイムさんって世界でもすごく古い有数のメディアさんというね ところのお話ではありますけれどもなので、まあ、こうなってくると今ってハイブさんってアメリカでも展開してるじゃないですかだから、まあ、そのアーティストの人たちがその声を上げてるよねっていう状況に対して同業の方たち同じアーティストの方たちも今回の件について、まあ、目に触れる機会と、まあ、りわけ例えばアメリカの、ね、アーティストの人がこういう記事を目にするっていうことにも、まあ、なりかねないというかなるかもしれないですし。 うん、だからそういう意味ではまあ世論が形成されていくというお話がまあ韓国とかまあ日本だけじゃなくてまあよりこう世界でしかもまあこういう音楽シーンだったりとかまあアーティストの権利みたいなものだったりとかアーティストの人たちがそれこそ昨日でしたっけテイラー・スウィフトさんがえと大統領選に向けて声明を発表されたりとかアーティストの人たちがこう声を上げる。 うん、で自分のこう信念だったりとか、まあ、思想みたいなものを唱えていくっていうことも過去見受けられるところでもありますし女性アーティストの,、ね、あの方たちの まあ発信力の強さみたいなものも非常にこう話題になっていたところでもあるのでまあ今回まあ同じようにニュージーンズさんたち女性のアーティストの皆さんが YouTube の配信を通じて自分たちの意見を述べているというところにおいては注目度はまあやっぱり高まるよなというふうには思いますね。でまあ昨日の配信でもちょっと言いましたけれどもイメージがどうなるのかっていうところについては正直今の段階では全て決まるというふうにはまあ僕は まだ思ってないんですけども結局今回の件がどういう決着になるのかっていうところで最終的にまあニュージーンズさんたちへのまあ世論というか。 世の中の見方というものが決まるのではないかなというふうには思いますが音楽シーン見てるとアーティストの人たちがまあ異を唱えたりとかまあ声を上げたりっていうことは全然ありますし海外だとねそれこそレーベルさんと結構バチバチやったりとかっていうお話もあったりとかするのでアーティストさん同士でもバチバチするしまあレーベルさん同士でもこうバチバチしたりとかもっと給料くれっていうね待遇をよくしてくれみたいな話とかもよく聞きますしまあだから ワールドスタンダードみたいなところでいくとそんなに珍しいあの状況ではないんじゃないかなというふうに思いますがただ k p o p でこういうことがあるのかっていうところだったりとかあとそのガールズグループさんでニュージーンズさんたちっていうね今までそういう。 なんだろうご本人様たちのそういう,なんだろうな考え方主義主張みたいなものが、うん、あの常に出てきているようなグループさんではないっていうところでの驚きみたいなものはあるかもしれないですね。でえっとこれがまず一つ目ですね「タイムさん」でニュースが出てましたよと。でからのこちらかなこのえっとロロろロロロえっとハンジ出身のイ・ヒョンゴン弁護士この方ねちょくちょくえっと このアドアさん、ミン・ヒジンさんの件について、えー、とコメントを出されている、まあ、放送人法律のまあ専門家の方、もともと裁判官やってらっしゃって、判事やってらっしゃってとっていうことなので、まあ、明らかに。 僕らよりはもう法律にめちゃめちゃ詳しい方ですしもちろん韓国の法律に詳しい方ですしっていうところで,でこの方よ世論的には前回の民肥人さんが5月31日に臨時、えー、株主総会で、えー、とその代表取締役解任の議決権を、えー、と差し止める、えー 申請をソウル中央地裁に出したっていうニュースに対してまあちょっと難しいんじゃないのみたいな見立てがあった中でこれはあの民肥人さん側に有利に働く可能性があるというような雰囲気の旨を述べていらっしゃった方でまあ現に最終的にその判決が出る前ぐらいにそういうことをおっしゃってたのかな。結果 えー、蓋を開けてみたら判決としてもおみんひじんさんが、まあ、今回その申請を受理されたというかそれを認められたというところの背景もあったりとかするので一つまあその参考にはなるのかなというふうに思ってというところで今回のお話を見ていこうかなというふうに思います、うん、えとまず、えー、HIBE のやり口を強く批判していましたということで、えー、これについて、えー、アド o a はあー当社は9月 日じゃないの9月13日、えー、あるマスコミが報道した「背部法に従わずいじめの手口」ということで、えー、放送陣の一括の題目のお第一課の記事に対して以下のように反論を掲載することを要請したとお話がどんどん難しくなっていってますねっていうことをなんか、ね、どこかの記事の方がそれは日本の方だったかなおっしゃってましたね。うん、一番最初は、まあ ことの発端はみたいなところで、えー、と株主間契約の見直しがありましたよねっていうところの、ね、お話があったりとか、まあ、あとはその民肥人さん、うんまあ、アドアさん側からハイブさんに、えー、と3月かなに、えー、と回答書を送ったみたいな質疑書を送ってその回答書が返ってきたみたいなそういう我々の方には出てきてない裏の方で行われていたまあ 会社間のやり取りがあったよねっていうお話から一気に情報がいろいろとこう前に出てきて告訴になりましたとか、まあ、裁判事になりました起訴します起訴とまと、あ、か告訴します訴訟しますっていう流れから事態が裁判という、まあ、法律のお話にどん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 こう移行していったことによってお話がすごく難しくなってきてるよねと感じるっていう。 一般の方目線でお話をされている記事を見たんですけどもアドワーは取締役会が代表取締役を交代したのは取締役会に与えられた固有の権限に従ったものであると。 まあ要するに、アドワーさんとしては、これは取締役会が決めたことだから、取締役会みんなで民肥人さんをじゃあ解任しましょうと決めたことですからという、これは会社に与えられた取締役会という権限の中で行ったものですよという主張をされているというとことですね。で、経営的判断によって、取締役会はいつでも自主決議で代表取締役の交代を実行できると。 が、えー、民秘人さん前代表ですね前アドア代表を相手に背任会社、まあ、ダッシュ会社の会社をゲットと、えー、セクハラ隠蔽などの法的イシューを継続して持ち出すのは結果を得るためではないと、まあ、確かにここでおっしゃってる内容もともと一番最初って確か背任の容疑でしたよねとでそこから、まあ、アドアという会社 をまあ、メンバーも全員引き抜いて、えーとまあ、自分のものにするとハイブさんから独立するというそれを企てたのではないかという疑いをかけられているというのが4月の22日の報道で明らかになったものですよね。でそのの後今出てるのは、えー、とセクハラ隠蔽 問題というのはまた出てきたりとかしていて、まあ、それはアドワーの元社員の方がそういう、まあ、今、えー、と声明を出しているということで民肥人さんに対して訴訟を起こすという流れになっているんですけれども、まあ、こうやって見ていくと4月から今の9月に至るまでいろいろなこう問題提起みたいなものがなされてきているよねとハイブさんからこういうことがありましたとか民肥人さんこういうこともしてましたっていういろいろなこう問題が出てきているとっていうのは えと結果を得るためではないとどういうことかというと、まあ、法的イシューを継続して引っ張っていくこと自体が主な目的だ、まあ、こういう法律周りで法律関係で争い続けることが自体がそもそもの目的であると、えー、それで1つが終わればまた他の問題を引き出してくると。 法律事務所をキム・アンド・チャンができない訴訟をするのはなぜかというとキム・アンド・チャンというのはこれはあれかなハイブさん側の法律事務所さんかな。 ができない訴訟つまりまあその勝てない訴訟というか勝つことが目的ではない訴訟をするのはなぜかというとえそれはえと訴訟を起こして継続紛争状態を作るための目的であることをえ知らずにする話とまあだからずっとこうやって裁判で争い続けるっていうことがそもそもの目的であるとえこれは高水準の法律諮問まあ非常にレベルの高いえ法律のやり取りであるというところのお話ですね。 まあだから専門家の方からするとこういうことを続けていくことに意味があるというところにまあ視点を置いているとで続けて紛争状態であることを理由に法に従わずに自分たちのやりたいようにしていると主に分譲型商店街や開発 再開発組合で行ういじめのような手法と私は法をこのような形で利用することをよく思わないとハイブのやり方を批判しているとでさらに株主総会で解任することは株主間契約の違反と判決にあるので今回は取締役で解任をさせたこれはアドアさんの,あのお話ですねで取締役会の意はハイブの意ではないただ目隠しをするようなやり方だと、まあ、これはハイブさんの 先ほどのコメントでありましたねこのようなやり方で物量構成を行えば普通の人々は耐えられずに落ちると私はそれを正義ではないと考えるこういうことを見ていると応援する気持ちになるんだと綴っていると、まあ、ここまで見ていくとやはりこう出てきたものに対してまあ民秘人さんは今日 また新しい意向を示したというところですし同時にハイブさんアドアさんの方ではまた株主間契約とミンヒジンさんが指摘しているような株主間,株主間契約による対応ではなくあくまでもアドアという会社の中の取締役会で決めたものなので。 その主張は間違えているというところのまあお話をしているというところなのかなというふうに思います。でそれを聞いた上でえで、ー、その判断は、えー、こちらの方が合ってますというのはもう僕は法律の人ではないので分からないというところですね。はい、分からないと <laughs>。だからもうここまで来ると本当に最終的にはあのーまあ、今ね裁判所に投げてるっていうところなので。 状況としてはね、もう待つしかないんじゃないかなっていう。だから前回のえっ、ー、と代表あと臨時株主総会の時と同じ感じで裁判所の判断を待つという状況に至ったのかなという風には思いますかね。うん。さてごめんなさいねちょっとわがねわが <laughs> ねざ ゆっくり言うと,、えー、と今回のこの弁護士さんが言ってるのはミンヒジンさんとハイブさんのこのやり取り一連のやり取りがいろいろあったけれどもいろんなテーマがありましたよねっていうミンヒジンさんの背任だけじゃなくて、えー、とその会社を持ってっちゃおうっていうところだったりとか,、えー、とな,んかなんかいろいろあったじゃないですか。でいろんなポイントでミンヒジンさんに対して、まあ、問題提起をしていく。で 民ひじりさんが今度こういうことをやっていたのでこういう対応をしていきます。で、民ひじりさんはこの前こういうことを言っていたのでこういうことをしていきます。っていう色々な手をこうどん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 こう出してきている状況、この半年間で。っていうのは、えっ、ー、とそもそもその一個一個の出している。 提言しているもの訴訟しているもの問題提起しているものを本当に解決したいという目的で出しているのではなくてそういうまあ法律の場でまあお金も時間もかかるやっぱりねあの裁判所にえと請求を出すとあの翌日配達即日でとかっていうあのあ,あいうレベルじゃなくて1個の事案に対して何週間かかるんですよ何週間とか何ヶ月とかかかるんですよ。ね でそういうのを作ってもらうときに今度は弁護士さんにお金を払ってやってもらうのでそれも今、セジョンさんっていう民肥人さんを担当している弁護士会社さんは法律事務所さんはすごく韓国の中でもお金がかかる敏腕 <laughs>、まあ、弁護士さんたちだからこそのお金が、ね、すごい発生する、まあ、あの事務所さんだということでやっていくとやっぱりどうしても個人では限界があるよねとか。 でその、まあ、中小の会社さんだったりとか、まあ、個人的な体力でやっていかなきゃいけない人からするとそのお、まあ、裁判所に、えー、いろいろとまたんでしょうね確認取ったりとかで書面でやり取りをしたりとかっていうその法律いわゆる弁護士をつけて対応していくっていうふうになると普通の人だったら、まあ、気がめいるような。 作業と途方もない時間とお金がかかるよねっていうことで長期戦にはまず向いていないというか長期戦を繰り広げることはまずすごく難しいというふうに言われているとでそこに対して企業というのはある程度お金もまとまってるしえ企業の顧問弁護団みたいなのもいますのである程度もうちょっとこう業務としてスムーズにできるところはあるんですけれどもっていうねだからその企業の体力と個人でやってる人の体力とだと明らかな差があるからまあそういう意味ではそういう意味ではそういう意味では まあ体力勝負に持っていって、まあ、相手が折れるのを待つっていう戦法もあるよねというお話をされているっていうところになりますね今回のお話はもうザクッとまとめるとでそういうやり方はちょっとどうなんっていうふうに言ってるのが今回のイヒョンゴンゴさんのお話とといいうところでございます僕自身はあのーまあ、そのお話を聞いて、えっと、今回の民肥人さんに対してハイブさんがやってることが本当にそうなのかは分からないです。 うん、ただそういうふうに見ている韓国の弁護士の人がいるっていう、僕は弁護士でもないですし、うん、日本人なので <laughs>、その温度感がまずわからないっていうところがあるので、まあ、今、こういうニュースも出てて、このニュース自体も話題になっている、このイ・ヒョンゴンさんのこの投稿ですね、が結構 SN、SNS で話題になっているというところもあったので、今、取り上げているというところにはなります。